ポーネグリフ、赤い石ではありませんでしたが。本当？やっぱり石運強いわね、骨吉。強固な扉の地下室にありまして、木彫りの人形が並ぶ変な部屋でした。ならラフテルの道しるべ、ロードポーネグリフはやはり鬼ヶ島かしら。鬼ヶ島ですか。これだけ様々な情報が得られれば任務は大成功と言ってよいな。かたじけない、皆の協力があればこそでござる。よほほ。ではおろびさん、おなみさん、癒しとおパンツを求めてゆやへゴー。あんたはダメよ、目立つし。そん